どうも、サスさんです。今この動画をご覧いただいている方の中でこれからパソコンの購入を検討していて、こちらですね、 Mac、 これを買おうかなっていうふうに思っている方もね、中には結構いるんじゃないかなと思うんですよね。で、私さん昨日の動画で、OBS スタジオっていうパソコンの画面とか、あとゲーム実況に使うためのゲームの画面を録画するキャプチャーソフトの設定を解説する動画っていうのを出したんですよね。で、その動画のコメント内でもあったんですけど、 MacBook のこれとこれとこれ買うならどれがいいと思いますかとか、まあ、あとは他の動画でもねちょこちょこ来るんですけど、Windows と Mac どっちがいいと思いますかとか、あと MacBook のこれだったらスペックどれがいいと思いますかとか、まあ、そういうことをね質問される方結構いると思うんですよ。で、結論から言ってしまうと、まあ欲しいの買えばいいんじゃないっていう風に、思うんですよ。よくね、 Mac は高いとか、Windows だったらこんぐらいの値段で Mac の何十万もするようなのと同じようなスペックのパソコンを組めるとか、まあそういう風に言う方がいるんですけど、まあ別にね、その人自分で使うんだったら別にいいんじゃないっていう風に思うんですが、ただ MacBook とか、まあ、iMac とかもそうなんですけど、ゲーム実況に使う場合、この場合はですね、やっぱりあんまり向いてなくて、絶対に Windows の方がいいと思うんですよ。ということで今回はゲーム実況に Mac が向かない3つの理由、これについてね解説していきたいなと思います。はい、じゃあ早速1つ目で、これはねパソコンでゲームやりたいっていう風に思ってる方限定の話なんですけど、Windows と違って実はね Mac ってあんまりパソコンで対応してるゲームが多くなかったりするんですよね。まあ、もしかしたらね今後どんどん対応するゲームが増えて、Mac でも遊べるという風になるかもしれないんですけど、今んとこね、まあ、そういう風に対応してないっていうものもあるので、パソコンでゲームがやりたいとか、パソコンのゲームでゲーム実況がしたいとか、まあ、そういう方だったらまず最初に買うのは、Windows のパソコンかなというふうに思います。はい、じゃあ続いて2つ目なんですけど、さっきですねこの Mac は Windows に比べて対応してる PC ゲームが少ないというふうに、言ったんですけども、実はこれを解決する方法っていうのもありまして、Apple 純正のブートキャンプっていうソフトがインストールされてるんですけど、そのソフトを使うことによって、この MacBook とか iMac の中にですね Windows をインストールすることができるんですよね。で、 Windows が入ってるってことは、Mac に対応してないゲームもその Windows 上で動かすことができるんで、まあ、そのゲームが対応してないっていう面は一応解決することはできるんですけど、この MacBook とか iMac っていうのはこれゲームをやるために作られたパソコンではないので、例えば Windows でゲーミング PC とか、まあ、そういう風にして販売されているものに比べると、ゲーム性能はねかなり低くなってます。まあ、具体的に言うとグラボの違いなんですけど、最近の Windows のゲーミング PC って言ったら大体ね RTX 2000シリーズとかが載ってるものが結構多いと思うんですけど、それに比べて、今ですねこの MacBook Pro 16インチモデルに載ってるやつは AMD Radeon Pro 5500M 8GB モデルってやつなんですけど、これはその RTX 2000シリーズに比べると、まあ、結構ねそのゲーム性能が低くなってしまうので、 PC ゲームを動かした時に、あんまりね画質の設定を上げられなかったりとか、あとフレームレートが出なかったりですね。フレームレートっていうのは1秒間に何回ねこう画面が切り替わって滑らかな映像になるかということなんですけど、ゲーミング PC だったらハイスペックなもので言うと、まあ、200フレーム以上とか出たりするんですけど、まあ、こっちだったらね多分全然そんな100も出ないとか、そんな感じだと思うので、オンライン対戦の FPS とかやっちゃうと、それだけでね不利になっちゃうので、まあ、なのでそういう面でもねあんまり向いてないというふうに言えると思います。で、ここまでの話で、じゃあ PC ゲームじゃなくて、例えば PS4 だったり、Nintendo Switch ですね、この映像をキャプチャーボードを介して Mac で録画する分には問題ないんでしょっていうふうに思った方いるんじゃないかと思うんですけど、まあこれもね、Mac はあんまり適してないというか、まあ昨日の動画でも軽く触れたんですけども、はい、今私さんが使っているメインのデスクトップ PC、Windows ですね。これで OBS Studio というキャプチャーソフトを立ち上げました。まあこれでね、PS4 とか、Nintendo Switch の映像を録画することになるんですけども、で、これのね、設定画面をちょっと見てみますね。で、出力の、録画、で、エンコーダっていうとこを見てもらいたいんですけど、今 X264 と NVIDIA の NVENC H.264 っていうやつを選ぶことができます。で、この X264 っていうのは CPU でね、
まあ、録画する方式になってて、で、下の方の CPU 仕様のプリセットっていうやつを見ると、今ベリーファストになってますけど、これね、選択肢いろいろありまして、上に行くほどパソコンの負荷が軽くて、下に行くほど重くなるんですよ。で、できるだけ、パソコンのスペックが許す限り重くすると、録画したゲームの画質がすごいね、高画質になるんですよね。で、前までだと結構 X264 が主流だったりしたんですけど、最近はですね、この NVIDIA の NVENCH.264、これはですね、NVIDIA の GeForce シリーズのグラボを使っている方が使えるエンコーダなんですけど、これがね、まあ、かなり進化してきているというか、画面の録画ってかなり、ね、パソコンに負荷がかかる作業なんですけど、このグラボにエンコードさせる方式だと、その負荷がね、あんまりかからないんですよね。で、負荷がかからないにもかかわらず、この X264 の、まあ、大体ミディアムぐらいで録画した画質が、こっちでね、まあ、実現できるということで、最近はね、もうほとんどこっちを使う人が多くなってるんじゃないかなと思いますね。本当にね、このエンコードは優秀だと思います。はい、じゃあそれに対して Mac の OBS はどうなんだっていうのをちょっと解説していきたいんですけど、今ね MacBook にインストールしてる OBS で設定開きますね。で、同じように出力の録画見てみたいと思うんですけど、このエンコーダ、今 X264 っていうね、まあ、ちょっと前まで、これが主流だったって言ったやつなんですけど、これで録画することはできます。ただ、今特撮さんが使ってる MacBook Pro 16インチモデルの、今ね CPU これについてるのが、Core i9 の 9980HK っていうね、めちゃくちゃいい CPU ついてるんですけど、それですらこの CPU プリセットは、まあ、ミディアムで限界ぐらいっていうか、これでもちょっとカクカクしちゃったりすると思うんで、いいとこファスト、でもファストでもちょっと負荷を考えるとファスターがまあ現実的かなっていう感じ、まあ、これでもねまあまあの画質で撮れるっちゃ撮れるんですけど、さっき言った NVIDIA のエンコーダに比べるとまあちょっとあんまり良くないんですよね。で、他の選択肢として実はね、Apple VTH264 ハードウェアエンコーダと、Apple VTH264 ソフトウェアエンコーダっていう2つも選ぶことができます。で、実際ねどんなもんなのかと思って試してみたんですよね。そしたらこのソフトウェアエンコーダの方はなんかね重すぎて全然使えなくて、まあ、録画した映像がカクカクになっちゃったんですよ。で、続いてこのハードウェアエンコーダの方、こっちだと、まあ、一応 CPU にかかる負荷はほとんどなかったんですよね。まあ、なので普通に録画できたんですけど、で録画した映像に関して言うと、さっきの NVIDIA のエンコーダーに比べるとちょっと画質は荒いかなっていう感じで、でちょっと画質悪いぐらいだったら我慢できるんですけど、なんかねこのハードウェアエンコーダーで録画したファイルがなんかバグってるというか、すごいね録画したファイルが重いんですよね。重いっていうのは録画したファイル自体のデータ容量が大きいっていうわけではなくて、なんか再生してもね、うまく再生されないというか、で編集ソフトに取り込んでも全然編集できないぐらい重くなっちゃうんですよね。まあ、これが OBS のバグなのかどうかちょっとわかんないんですけども、うち MacBook Pro 2台あって、どっちでも試したんですけど、どっちでもね、まあ、そんな感じでこのハードウェアエンコーダーだとうまくいかなかったんで、まあ、これはね OBS のバージョンアップデートで、直ってほしいなというふうに、今期待してます。はい、というわけでパソコンのゲームを録画するんじゃなくて、PS4 だったりとか Nintendo Switch の映像を録画する場合にも、まあ、Windows の方がいいというか、まあ、これに関してはね、OS の問題というか、グラボの問題ではあるんですけど、現状ですねこの Mac、これには NVIDIA のグラボを積んでるモデルというのがないんですよ。なので、まあ、そういう意味で Windows の方がいいんじゃないかなと思います。で最後に一応言っておくと、今回の話はゲーム実況に限ったことなので、例えばこういうね実写系の動画でこういう風にカメラで撮影して、そのファイルをこのね、MacBook とかに取り込んで動画編集するとか、そういうのであれば全然問題ないと思います。まあ、今回はゲーム実況なら Windows の方が有利だよっていう話だったんですけど、もちろんね Mac の方が有利なこととか、Mac にしか使えないソフトとか、まあ、そういうこともあるので、本当にね自分が使う用途に合わせて、まあ、高い買い物なのでよく考えてね間違えないようにしてください。というわけで今回は以上でございます。私はさんこのメインチャンネルの他に、サブチャンネル、ブログ、ツイッターもやっておりますので、よろしければそちらの登録やフォローの方もぜひよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。